ドゥルルンドゥンドゥンドゥルンドゥンドゥンドゥルンドゥ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 ドゥンドゥ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 パイレーツスティッチやっていきまーす。はい、ということで、セブンスアニバーサリー1日限定プレイし放題終わるまでどんどん続けてやっていくよ。はい、パイレーツスティッチね、さっきパイレーツミッキーやったんですけどね、パイレーツミッキーのあのね、ミッキー型になる大砲、ドゥドゥドゥ、めっちゃかっこよかったですね。はい、スティッチはどんな感じですかね。パシャシャ、パシャシャ、シャシャシャ、シャ、だからね、なんか縦が、縦に来てくるんですかね。はい。ということで、止まったね、行きますか。おー、いや、失敗するんかい。失敗した結果、そのナイフ。ってことは、そこにあったツムツムたちは、もう引き裂かれまくるってこと。え、いや、かわいそうな。まあ、こっちか。こっちらしいですよね。ヒュー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 。あ、そうそうそう。まあ、全然、ね、皆さんにとってどうでもいい話かもしれないですけどね。僕、その今いる会社ですね、中途入社で入ったんですけど、まあ、本当に丸々一回り、えとが一周上の同期入社の人がいてですね、中途で同期入社って珍しいんですけどね。で、まあ、その、前社大会みたいなのがあって、その時に、まあまあ、普通に修学旅行じゃないな、社員旅行みたいな感じの時に、まあ、自己紹介をしてね、っていうことに、目の前で、ビール瓶で、パントマイムじゃないな、なんだっけ、ジャグリングし始めた時は、あれはすげえなと思って、なんちゅう隠し玉持ってるんですか。僕がやったのはですね、エルモのモノマネですからね。じゃあみんな今、すいません、声が全然出てなかったですけど、いやみんなって言った後に、ジャグリングがあって、クオリティの差に非難55っていうね、なんか入社してたのにもうやめてって思ったその瞬間でしたけどね、はい。さらに僕の一個前の人はね、落語やってね、めっちゃ上手な落語やったんですよ。落語やって、得るものをモノマネやって、で、ジャグリングですよ。このね、持ってる隠し芸のクオリティの差よっていうところですよね、本当に。まあなんかね、どこかでできる一発芸っていうのは絶対持っといた方がいいですという身の、身の丈、身のめそ、でした。お疲れでした。